皆様こんにちは。今回は Android 7.1 以降の一部機種で利用できる読書灯機能を解説させていただきます。 Android 7.1 以降にアップデートされている一部の Android では黄色みがかったディスプレイ表示となり、薄明かりの下でもディスプレイが見やすくなる読書灯機能を利用することができます。この読書灯を利用すると寝つきが良くなる効果も期待できるので、寝る前までスマートフォンを利用されることが多い方におすすめの機能です。読書灯の設定は Android の設定を開き、ディスプレイをタッチすると設定メニューとして出てきます。読書灯の設定はスケジュールとステータスの組み合わせで行います。まず読書灯を利用する場合はステータスの読書灯スイッチをオンにします。するとすぐにディスプレイが黄色みがかった表示となります。次にスケジュールを設定します。スケジュールは設定しない、手動で設定、日の入りから日の出までの3つのうちから選択します。設定しないは完全に手動でのオンオフの切り替えです。手動で設定は開始時間と終了時間を設定することで、その時間に自動的に読書灯のオンオフが行われます。日の入りから日の出まではその時期の日の入りと日の出が適用され、自動的に読書灯のオンオフが行われます。この他クイック設定にも読書灯のスイッチが用意されているので、クイック設定にスイッチを配置してオンオフを行うことも可能です。読書灯機能を利用すると目への負担も軽減されるので、特に普段夜間や寝る前にスマートフォンを利用されることが多い方にはおすすめの機能です。開始時間と終了時間を設定しておくことで就寝と起床の合図にもなるので、利用できる機種を持っている場合はぜひ活用してみてください。以上、 Android 7.1 以降の一部機種で利用できる読書灯機能の解説でした。